秋山門づくり12月30日から1944年2月2日は日本の海軍軍人。海兵42期。太平洋戦争におけるクエゼリンの戦いで司令官として戦死した。死後特進により最終階級は海軍中将。香川県豊田郡母曽田村出身。農家の秋山清五郎、伊勢の逸夫として生まれる。中農だったが、厳しい家庭で、当時は機械化されておらず、秋山も小さい頃から農業を手伝い、海兵時代も休暇の度に帰宅して農作業をしていた。旧制香川県立三豊中学校を経て、1911年9月11日海軍兵学校に入校。同期には、角留男がいた。1914年12月19日卒業。席次は117名中66番。1915年少尉任官。砲術学校高等科及び専攻科を修了後、従順洋艦、愛宕砲術長、舞鶴洋工部参謀、戦艦、榛名副長などを歴任した。1937年12月、大佐進級。間宮徳務艦長、呉海兵団副長、金沢地方人事部長、アモイ方面特別根拠地帯副長兼参謀。関本広島監督官を歴任。呉海軍交渉総務部長在任中の1943年5月、少将へ昇進した。1943年第6根拠地帯、司令官として、マーシャル群島クエゼリン島で指揮を取る。タラは、マキンを制圧した米軍は、マーシャル諸島クエゼリン環礁の占領を乗り出した。クエゼリンの日本軍は陸海軍合わせて、約5000名、ルオット、ナムル島には海軍3000名がおり、これらの部隊の指揮を取ったのは秋山門づくり少将である。秋山が同党に赴任したのは1943年11月。米軍上陸が明白だったが、独特の地形に阻まれ陣地構築が不完全であった。すでに絶対国防圏の圏外であったクエゼリン島には初めから救援部隊を送る予定はなかった。秋山は、米軍上陸初日、前線視察のため司令部壕を出たところ米軍の砲弾を浴びて戦死。死後海軍中将に昇進。1967年12月、勲二等旭日章の叙勲が授与された。また、子息の秋山正清海軍大尉は、クエゼリン遺族会を作り、1966年遺骨収集を行い、1968年現地に、慰霊碑を建立した。香川県人物、人名辞典9ページ、さぬき人物風景18男たちの青春224ページ、さぬき人物風景18男たちの青春225ページ、観音実施資料編139ページ、さぬき人物風景18男たちの青春227ページ。ありがとうございます。